はい、車の話坂戸店出張コーナーでございます。ちょっと待って、今のポーズ何ですか？出張だからこう高まってる気分をねちょっと表現したっていう。なるほどなるほど、はい、はい、というわけで今回もですね愛車自慢のコーナーですね。はい、というわけでオーナーのモロさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とっても綺麗なアバルトなんですけど、これどれぐらい乗られてるんですか？2020年式で今中古で買ったんですけど、今1万5000キロぐらいです。まだ新古車。ひろきさん、あれ新車って何万キロまで新車って言ってましたっけ？これ8万8000キロまで新車だと思ってます。あ、なるほど、はい、じゃあこれはもう新車どころかっていうか、自分が今まで買ってきた車の中で、はい、8万8000から10万あたりで大体買っちゃうんですよね。なるほど。それよりあの距離が短いのを買ったことがない。じゃあちなみになんですけど、はい、この車をこう買われた理由、きっかけみたいなのはあったりするんですか？見ててお店行って試乗させてもらえたんですよ、あの中古車のままに、はい、で気づいたら次の日買ってました。これですよ、これが大事なんです。そうですね、確かに一目惚れって大事ですよね。一目惚れといえば僕もあの GC8、はい、お客さんの車乗ってそのまま30万で買ってきたっていう。それいつの時代の話ですか？っていうのも、いや買ってきたっていう一目惚れというか、まあ、自分がこすってそのままお買い上げしたっていう話。いやそれ自分が悪い話じゃないですか。それでもまあでも好きなんですよ、はい、乗ってて好きになるタイプ。僕はあの一目惚れっていうよりかこうお付き合いしていくうちに、あどんどんこの人のこといいなとか、初めは50点スタートなんですよ。初めからね100点ね付き合っちゃうと、な途中であ1点減点2点減点ってなりますけど、初めから50点だったら、わっこんないいことある、あんないいことある、10点20点と加算されていくわけですよ。待ってください待ってください、はい、知ってます？今2人で引いてたの知ってますか、ね、いや俺もね途中で引いてるの分かってましたけど、もうこのまま流れでいこうみたいな、はい、なるほど。愛車の方を見ていきたいと思うんですけれども、ちなみにこう買われてからカスタムされたポイントとかそういったのっていうのはあるんですか？そうですね、まずこの DIY で、はい、ああいいです、黒いラインわかる、超わかる、エア入るんだよね。そう、 そうなんです。そう、そうもあのちょっと映さないでほしいんですけど、気泡がいっぱい入ってて、そうわかる。自分でやって、あの自分の場合真ん中じゃなくて右と左だったんですよ、うん、で初めてやった右の方泡もう気泡だらけで左超綺麗みたいな、わかります、その気持ち超。これレカロの RSGS ですかね。はい。結構純正のシートがちょっとやっぱりワインディングで体が左右に振られちゃうとか、あ、なるほど。あと長距離だと自分の体に少し合わなかったのもあって、はいはいはい、このシートにしたらめちゃくちゃ快適になりました。おお、なるほど。大事ですねシートって。そうですね。路面からのインフォメーションがやっぱり伝わってくる量が全然違いますね。あ、僕もあれですね、去年伝わりすぎてシートから。脊椎折りましたか？そういえば、うわーみたいな。そういえばありましたね。もう伝わりすぎた、路面に。伝わりすぎましたね。ここら辺バンプあるな、あっ、あったわ、そのまま動けない。クッション性も大事ということで。大事ですね、はい、どんな感じの乗り味なんですか？そうですね、やっぱりキビキビ走るっていうところと、あの友人のロードスター乗ってる人が乗り比べて言うには、ヒラヒラ感はロードスターのがあるけど、その走っててより刺激的なのはこっちって言ってました。あ、やっぱりロードスターシャキシャキしてるんですね。はい、そうですね、ロードスター NA でこっちターボっていうのもあって、あ、そうだ、トルクフルな走りがいいって言ってくれたんで、うん、あ、そうなんだ、そうですね、エンジン違うんだ。そうなんですよ、そうだそうだ。いや海外だとちなみにこのね1人用アバルトって RGT 車両ってラリー車にもなってますから。あ、そうなんですね。いやすごい楽しいんですよ、はいはい、もうハードトップなんですけど乗り降りするのが超大変、もうロールバーの間もわーみたいな入ってくるんですけど、確かあれパドルなんですよ、うん、海外、うん、本当にゲームみたい。一回乗ってみたいですけど、ぜひモロさん次乗り換えるとき RGT アバルトで検討します。はい、お願いします。俺が乗りたいだけ。あ、もうこれひろきさんの要望になっちゃってます、ね、そうそうそう、はい、というわけでね、車の方に話を戻しまして、はい、ちなみに他にこうチューニングされたりとか、ちなみにエンジンの中ってどんな感じですか？はい、ND は見たことあるんですけど、もうなんかキャッチタンクがある、いいですね、こう走るための仕様とか。キャッチタンクがついてますね。でも分かるな、このホース。そう、分かる、 DIY で分かる、俺もやってた、 DIY でつけました、分かるわ。えらいですね、でもちゃんとオイルキャッチタンクつけてちゃんと走る。この間点検に持っていったら、はい、エアクリーナーの中オイルびちょびちょになってるよ。
あ、そんなにですか。びちょびちょまではいかないけど、やっぱ入っちゃってるっていう、はい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 、で、老けも悪くなってるって、まあ、確かにそんな感じはしてたんですよ、はいはいはい、で、まあ、急遽いろいろ調べて友人に聞きながら、DIY でつけて、すごいですね、なんかこれホームセンターで売ってる90度に曲がるやつ、わかる、俺もやるもんこれ超わかる、もうホームセンターで買いました、もうホームセンターわかる、 俺はカインズホームなんですけどね、物が足りないとリバホーム、なるほどね、まあ、大きいところに行きますよね、そうそうそう、はい、ちなみに視聴者の皆さんに、はい、オイルキャッチタンクって何ぞやとぜひひろきさんから説明していただきたいんですけど、まあ、基本的にですよ、まあ、走ると、はい、まあ、結構熱がこう入りますよね、で、あのエンジンオイルってブローバイっていうのが出るんですよ、はい、要はそのブローバイをそのまま大気解放しちゃうと、まあ、環境に悪いからそれを逆にもう一回戻すんですけど、それをサクションホースの途中に戻すんですよ、本来であればこの場合どこに戻すんでしょう、こっちか、ここに戻して、あのまたもう一回再度燃焼させて完全燃焼みたいな形でそのオイルブローバイを完全に燃やし切るんですけど、でもそれって実際こっちに戻ってきちゃう場合もあるんですよね、エアクリーナーとかなので、一回そのブローバイっていうのは蒸気みたいな、蒸気のオイルみたいなミストって感じなんで、要は一回冷やして液体にしてからまたもう一回戻してあげればあのちゃんと燃焼するよねっていうことで、一回ここでオイルをキャッチさせて戻すっていうことをしてるんです。本来であればそのままミストの状態でいくものを一回溜めて冷やして落としてからまた再度戻すんで、ちゃんとエンジンの中がクリーンに保ったりとか、なるほど、そういうあのスラッチでしたっけ、確かブローバイはスラッチの原因になるんで、スラッチをなくしたりしてくれます。だからエンジンをいい状態で長持ちさせてくれるのがオイルキャッチタンクですね、まあ、特にやっぱり激しい走行する人には特により必要だってことですよね、はい、はい、というわけでひろきさん、はい、暴るとやっぱかっこいいですね。かっこよかったですね、はい、いやなんかいいですよね、サイズ感的にも。あと DIY でこういじられているところがまた素敵でしたね、俺とかぶったそのホームセンター話がまたね、これホームセンターに売ってるっていうのをもろかぶりましたね、はい、もろさんだけに、あーお後がよろしいようで、ありがとうございます、もろかぶりしてしまいましたということで、あの今回はもろさんの一人用暴るとを紹介していきました。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。